平野翔、夢への追求を応援。独自のメッセージで若者にエール。デジタルハリウッド大学の新 CM に抜擢された平野翔が、夢に向かって突き進む若者たちに向けて独自のメッセージを発信して話題になっている。彼の明るい笑顔と前向きな姿勢が、多くの人々に勇気と希望を与える一方で、選択の難しさや夢への追求についての深い考えを示している。本記事では、 新 CM の舞台裏から平野翔のインタビューまで、彼のメッセージに込められた思いを探る、金プリをやめて、自分のやりたいことを目指すことが成功なのか失敗するのか不安だったと思うけど、後悔しない選択、失敗を恐れない選択を身をもってされているのをファンは見てるから余計に響く言葉だと思う。天然なボケ発言もあって可愛い一面もあるけど、しっかりした考えを持っていて魅力のある人だなと思います。 CM は適任だったと思うデジタルハリウッド大学が掲げるみんなを生きるな自分を生きようのメッセージと平野章のポジティブなエネルギーが融合した新 CM が2月16日に一夜限りの放映を迎えるこの CM では平野が夢に悩む後輩の相談に乗る先輩役を演じ自分の道を選ぶ勇気を持つ若者たちを応援している CM の裏側には DHU の願いと平野の思いが重なっている 彼は自身の経験から選択の難しさや夢への追求について語り、若者たちに自分の道を歩む勇気を与える存在でありたいと考えている。インタビューでは、平野が自らの夢について語る、僕たちの活動における楽曲やパフォーマンスを通じて、人々に勇気を与えたい。と述べ、自身の夢について熱く語っている。また、DHU のメッセージについても触れ、みんなを生きるな、自分を生きよう。 が自身の考え方と近いことを感じ、選択が難しい場面でも、自分のこだわりを持って、自分のやりたいことをやろう、と若者たちにエールを送っている。彼のメッセージは、若者だけでなく、すべての人々に向けられている、本気で夢を追うなら、失敗してもいいと思えるはず、という彼の言葉は、挑戦する勇気を持つことの重要性を説いている。平野翔の新 CM には、彼自身の夢への情熱と、 DHU のメッセージが融合している彼の前向きな姿勢と独自の考え方は多くの人々に希望と勇気を与えるだけでなく自らの夢を追い求めることの重要性を再確認させるものだ彼のメッセージは若者たちに限らずどんな年齢の人々にも響くものでありこれからも多くの人々にインスピレーションを与え続けることだろうハワイ帰国後かな髪短いし良い色に焼けてる気がする それにしても、後輩役の方、小さなテーブル挟んで、あんな至近距離で平野翔さんに熱弁されたり、スマホ掴もうとされて、よく撮影に集中できたよな。メンバーは慣れてるだろうけど、免疫ないと自分の奉劇られただけで固まりそう。仕上げがった CM の横顔ショット画面通しても、下、と思うのに、目のキラキラが半端ないですね。後輩役さんにもあっぱれ。あげたいです。あ今、君を待ってるが頭に流れた。 世界を変えよう。昼焼け輝く未来キット君を待ってる不器用に何度もつまずいたって夢は叶えられる折に触れ私の頭の中では色々な楽曲が再生されます。翔くんの夢は着実に実現しています。